皆さんこんにちは、森えりです。ストレス変性期です。100均グッズを使ったコスメ収納の DIY をしていきたいと思います。結構いろんな方が多分同じのをやってると思うんですけれども、まずここのクリアのここの部分にドライバーでね、こうやってくるくると取ります。していくんですが、ここまでつけられたらドライバーで固定をします。はい、これで1個目完成です。これがこうやってやった時にスポンって上に抜けなければ OK。 これを引っ張ってはい、できた。で、一番下がちょっと事故っちゃったやつ怖え。はい、これできた、できたんですけど、次に中をいろいろデコレーションしていくんですが、あと2個も同じようにデコしていきたいと思います。この取っ手部分、はい、これマジやばい、大丈夫かな。で、これやるときにちょっとコツっていうか、このボコボコがちゃんとこの組み合わさるようにしないと互い違いみたいになっちゃうので、そこを注意しながらこのお花つけるときはやった方がいいかなと思います。こんな感じ、はい。そしてもう一個がこんな感じになりました。これも互い違いにならないようにこう溝にちゃんとはまるようにして出せるようにしてください。はい、今折り紙の裏に両面テープを貼りました。なんでこのチェック買ったかって、四角に沿って切れるから楽かなと思って買いました。で、そうですね、この 1,2,3,4 5個目のこの白いところに合わせて切って貼っていったらピタやと思う。はい、今ちょうどここまで、次緑なんですけど、こんな感じで、こっちか、テイク工程まで来ました。で、今ここまで5分くらい多分こんな工程でってやってるんですけれども、ここからは手元をちょっと撮っていきたいなと思うので、まあちょっと照明があまりね良くないんですけれども、ちょっと机に、下の机に移動したいと思います。ちょっと皆さんが分かりやすい方が DIY は絶対にいいと思うので、ちょっとね照明暗くなっちゃうかもしれないんですけれども、手元で撮りたいと思います。はい、やっと机に来ました。今ここまでできているので、あと2段分やりたいと思います。こういう感じに重ねようとしているんですが、なので上からピンク、黄色、ピンクで緑、ピンク、黄色にしようかなと思います。ただどうしようかな、黄色ピンクにした方がいいかな。そうしよう、じゃあ黄色ピンクにします。じゃあここ黄色にします。これ黄色ね。そしてさっきと工程は一緒です。ここのここに合わせて、でここのところで一回線をつけて、ここをハサミで切っていきます。ここ今度ここのやつだと、この一マス分を切れば結構綺麗に貼れるので、一マス分切ります。切るとこんな感じ。はい、できた、入れます。できた、やっと2個できた、やっと、はい、やっと。あ、これってさ、あ、もしかしてこれグルーガンでつけなくても重なるようになってるのかな。はい、できました。こんな感じで、はい、おー、すごいカラフル、カラフル。
いということで完成しました。すごい時間かかった。めっちゃでも可愛くこんな感じでね、引き出し開いてこんな感じの超可愛いボックスが、めっちゃ可愛くない？自分で言うのもなんだけどめっちゃ可愛い。ではせっかくなのでちょっと収納していこうかなと思います。はい、こんな感じで収納してみました。一番上はまあ、ティント類とかですね。で2個目が、これもティントだったりとか、グロスとか。3段目とかはこれはお化粧品のブランドによって分けてます。4段目はこんな感じで、ピンが入れてあったりとか、これパレットですね。でこっちもパレットで、もう一個同じパレット持ってるのでこっちに後で入れようかなと思います。でこっちはこうちゃんのもの入れたりとかして、でこっちもこうちゃんのもの入れようかなと思ってます。で上にちょっとディフューザーだったりとか、ちょっとこんな感じになりました。結構なんか収納頑張ったでもなんかほとんどね入りましたね。くじとかもこっち入るかなと思うし、いろいろと入るんじゃないかなと思います。この棚そうだな、こっちに持ってこようかなと今思ったりしてるけれども、はい、ということで100均 DIY でした。この戸ってすごい可愛いから、なんかみんなが使ってるのは本当のこのこれなんですけれども、この戸ってめっちゃ可愛いからね、私は推奨したいんだけど、どうなんだろうな。まあここの互い違いにならなければすごい使いやすいです。はい、では皆さんよかったらやってみてください。でもこれ結構品切れなので問い合わせてみてください。森えりでした。バイバイ。はい、今日もご視聴ありがとうございました。このここでごめんなさい、チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。これからもよろしくお願いいたします。100均 DIY でした。バイバイ。